今回はですね、いつもはですね西尾からやるんですね、あの週刊フレーバー、今回はですねわざわざ岐阜県まで来ました。岐阜県までなんで来たかというとですね、この後ろにこう機械が、映ってますけど、これ、ローリングスマートロースターという、焙煎機なんですね。その焙煎機で実を言うと玉城の、芸者の焙煎をちょっとお願いしているんですね。でその芸者がどうやって焙煎されるのかっていうのをやっぱりチェックに、来なきゃいかんと、代表がですね言うわけですよ。でまあ僕は樋口さんは大丈夫だからというふうに言って、まあそんな必要はないよと言ったんですが、一応代表の方がですね、代表って、キャサリンですね、代表の方がですね、いや私が見て、OK を出さなければ使えないというふうに言ってましてですね、それでわざわざ、今回芸者の焙煎をですね見学に来ました。ですから、スマートロースターを見学するというふうな、今回は題名になっています。ちなみに僕の隣がですね、樋口さん、コーヒー工房樋口さんで、今回焙煎をですね担当してくれるんですよね、はい、熱風式の焙煎の。じゃあ自己紹介。こんばんは、コーヒー工房樋口の樋口です。チェックが入って採用になるかどうかが不安ですけど、今回はまずは試し焼きという形で高い芸者を使いました。それで隣はですね、まあ説明いらんと思いますけど、まあとりあえずは木山人さんです。まあいいですね、まあいいですね、自己紹介いらない、いらない、はい、いらないですね。で実際僕ら西尾から岐阜に来ましてですね、やっぱ実際に樋口さんという人がどんな店を持っているのかもこれはチェックしないかんと、一応代表がキャサリンがですね言うもんで、わざわざちょっと、視察に行ってきましたよね。はい、はい、ということで、まず、スマートロースターの前にですね、視察風景から行きましょうか。はい、はい、これ、あれ、これ、樋口さんが映ってるんですか？私が映ってますね。マーサー店、この間オープンしたところですね。の豆売り場です。もう1ヶ月ぐらいになりますか？もう1ヶ月ちょっと経ちましたね。結構苦労してるでしょう。みんなわさわさしてましたもんね。まあ、というか、はい、全然教育が行き届いてないです。すみません。本日のコーヒーの案内も人それぞれでしたね。だけど、笑顔は良かったですよ、みんな。ありがとうございます。まあみんな笑顔が良きゃいいじゃないですか。そうですね。ね、うん。でもう一枚。はい。結構これあれですか？これテイクアウトがなんかできるようなシステムですかね。そうですね、はい。テイクアウト用のコーナーですね。うん、あ、じゃあこれは一応豆レジのところで。あ、豆売りですか。うん、はい。あ、黒いあれが豆を計量するやつですか、ね。そうですね。うん。でもう一つ横にはフレーナルセンターね。じゃあ次行ってもいいですか。はい、多分斜めに入ってる。あ、 そ, う、はい、そこはテイクアウト、右の方がね、テイクアウト。あ、テイクアウトになる、はい、つまり、僕ら奥で実は言うと喫茶の方で一応食事をしたんですけど、うん、そっちの方はお客さんがいたんで撮影するのはちょっとまずいなということで、撮影せずにですね、この一応、テイクアウトの、界隈、販売の辺の部分だけを、撮影しました。実際には普通の喫茶と同じように、食事とか、コーヒーも、楽しめるようになっております、うん、というふうに、CM を入れさせてもらいました。あ、ついでにですね、本店の方も、ね、ついでに行きました。あ、ありがとうございます、はい、これあれですね、本店入り口ですね、入り口ですね、はい、うん、でポコッと入って、まあ、本店の方は実を言うとお客さんが映るといかんのでもう2枚しか取らなかったですけどね。ちょうどここでカウンターでコーヒー立てて、くれましてですね、そこで、コーヒー飲んで、参りました、うん、結構夜間が結構渋いですね。そうですね、はい、これこのサイズってあれですよね、バッハもこのサイズの夜間使ってましたよね。個人的に、はい、
そういう感じで、今日はですね、まず、マーサと、樋口さんの本店の方へ、行ってですね、見学して、それからですね、今回のスマートロースターの焙煎を見学するっていう形になりましたね、うん、キムさんが再起動させられました。申し訳ない早いな、最近のユーストリームはね、この再起動が楽しいんですよ。再起動の間にすごく面白い大体ネタが大体多いんですね。経験さん、ディーティングミルでしょうか。あ、ディーティングミルです。先ほどもはい、映ってるのをすぐチェックしましたね。そんなとこまで、はい、素晴らしいですね。それではですね、はい、ここから入りました、ね、はい、あ、今隠れちゃったけどあれが芸者ですね。はい、芸者のシーンですね。はい、一応、はい、今日初めて封を切りました。こう封を切って今香りを変えてるんですね。そう結構芸者ってちょっと独特ですよね、香りがね。独特ですね、うん、そこのシーンを今入れましたね。でこのあと、実際にこれ変えれん、変えれんってどういうこと、これは生豆を上のホッパーに吸い上げている、ね、吸い上げ機ですね。でこれが実はあの金属探知機、これ磁石になってますかね。そうですね、強烈です。であの産地から入ってくる豆って結構やっぱり砂とか石ころがあるんですけども、中に少しでも鉄分があると全部吸い付きます。あの釘とかなんか取れてるんですね。あ、もう釘なんかね、逆にこちらが外そうと思ったらなかなか外れないぐらい。これあれですね、はかりにもなってるんですね。そうです、すごいですね。使ってません。あ、使ってないですか。アナログでやった方がよっぽど、はい、正確です。でこっからこれがあれですね、このスマートロースターのコントロールパネル、コントロールパネルですね。かっこいいですね。一見ね、一見じゃないでしょ。一見って言っちゃいかん。今日すいません、 DCS さん、僕はあまりデジタル思考じゃないもんで、アナログ思考だから。で、生を投入して今回転してるところですね、はい、これはあれですか、はい、こうドラムが動くタイプではなさそうですよね。あ、ドラム全体が動いてなくて、ドラムは筐体はそのままなんですけども、はい、中の羽の部分だけが、はい、豆を回転させてる。あ、つまり羽が回転してるって感じに思えるんですかね。そうです、ええ、うん、ですからその下からこの熱、下に熱源があって、はい、半熱風なり、あるいはその、直下なりというのとは違って、この奥にあるところから、はい、熱風を取り込んで、はい、インレットや最初のエアとリターンエア、戻ってきたエアを使い分けながら、うん、熱コントロールされている。あ、つまり、熱のコントロールが非常にスムーズにいくっていうことが本当にスムーズですね。だから、うん、いや僕はなんでその完全熱風にはまりつつあったのか、これを買う動機になったのかっていうのは、まあ、富士ロイヤルの半熱風を使ってるんですけども、うん、はい、結構バツをよくやると、あ、一番最後に、あ、注意に近い状態 のものを開けたいなっていう時に筐体にすごいカロリーが溜まってて、で、上手にね、焼けないっていう経験がありまして、まあ、その自分の焙煎が下手な部分っていうのが前面に出てくる話なんですけど、これがひょっとしたらこれで解消できるんじゃないかっていう発想を持って取り組んだところ、ものの見事に私にはハマりました。あ、今これ豆をチェックして、はい、香りを嗅いでた。そうですね、約190度ぐらいになった段階だと思います。はい、あ、これ最後の方でブザーが鳴ってある程度のとこまで知らせてくれるんですか。そうです、それは温度設定でどこでブザーを鳴らすかっていうのはもう自由自在に変化できます、はい、でブザーが鳴ったけどちょっと粘りましたよね。粘りました、はい、というのは、はい、まあ、今年初めてお初にお目にかかりますっていう芸者の豆でしたから、はい、非常に緊張してきつかったんですね。でその香りがこう自分に対してどうなのかっていうところで迷った部分が、うん、これなんですけどね。いや、美味しいですよ、はい、もう少し修正できるなと、多分キャサリンさんの、はい、メガネにかなうようなものを、はい、月末にはお届けすることができると思います。だけど綺麗に膨らんでますね。そうですね、ここが熱風の、はい、まあ、なんて言うんでしょう、
熱風らしい焙煎だというふうに僕は感じます。はい、じゃあいいですか、戻してください。はい、はい、あれですね、多分これ会長ですよね、全く絵が動きません、音も出ません、どうしたんでしょうか。いや、あのいろいろ事情があるんですよ。一応僕も段取りよく、やったつもりだったんですが、ちょっと、手違いでですね、あの絵が止まりましたね。もう大丈夫ですよ、今からはこのカメラだけなんでもう全然 OK なんですけどね。いや、もう会長のとこだけ止まったらどうしましょうか。あ、それはね、会長のとこのせいなんで、うち関係ないんで、はい、配信は関係ないんで、はい、ポリンさんが、本店初めて見ました。僕らがわざわざ行って、撮影してきたんで、ポニーさん本店を初めて見たそうです、ね。本当はあそこはあの天井が高くてね、うん、あのカウンターもこっち作ったやつなんですけども、うんうん、そのいいところがあまり映ってなかったような気がして残念なんですけど、そのいいところを見たい人はあの本店に行くしかないですね、まあ、残念ながら、ね、でお客様の顔を映さないっていう原則だったらあれが精一杯でしたね。うん、私が口挟んだと4店舗の中で本店が唯一って言って、本店が私が好きな理由があるんです。ほう、何ですか。タバコが好き。あ、絶対ありがとうございます。天井高が高いものですからね、まあ、もちろん隣で吸って、うん、タバコが嫌いな人が吸われるとクレームになっちゃうんですけども、正確に言うと今のところ喫煙できる席もあるっていうレベルですよ。全面 OK じゃないですか。あ、そうでしたっけ。簡単に座れば大体 OK ですね。で、あのスマートローサーが映ってますから、はい、ここですよね。これ、あ、これ、これがいわゆる、ね、この中にバーナーがあって、そこで、強力な熱をここで食べて後ろから吸い取っていくっていうのがこの焙煎機の特徴なんです。そのカメラでぼえます。あ、これで、あ、いやいやいや、これ無理でしょ、やめた方がいい。いや、持って、燃えれば説明しますけど。え、引っ込んでも、いやいや、別に揺れても、うん、揺れても大丈夫。ですね、ここのところにバーナーですよね。そうです。あの、そこからしてくれる？あ、そこから動かして、あの、抜けたアウトなんで、はいはいはい、ここのところにバーナーがあって、ここから、バーナーが吹き上げを取ります。で、これは通常のサイクロンの中に、実を言うと、熱風を取り込む、熱風を取り込む、部分がありまして、ここから、吸引で熱風を取り込みます。その吸引したやつが、こっちに、わーっと吹き上がる形、ね、うん、やっぱりちょっと回り込んでもらった方が、うん、今の説明は分かりない。来れます？いけると思う。線が抜けるってことだけはやめてね。もう少し上、もう少し上、あの首を上に向けてもらえる。あ、そう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 、大丈夫ですかね。もうちょっと引いた感じの方がいいですね。はい、ああ、今です。そこでなんか説明する、はい、まずここ、こっちに来れますか。ここですね、これが普通に、はい、あ、そこの部分ですね。この部分ですね。この部分が、どこ、あ、ここです、うん、ここの部分が空気を吸う部分ですね、はい、ここから吸引するとですね、こうすると、このここをこうサイクルのここを回るようになってまして、でこの上のところから今度は空気を引っ張るようにできてまして、それが、このドラムの中に、入り込むように、作られています。つまりここで循環している中の下から、ここがバーナーの、そこです、そこです、口なんですけど、ここでバーナーがまっすぐ、炎を吹き上げているのを、吸引して、中へ放り込むというような感じになっております。で、その量の調節とかなんか、つまり、僕を映してもしょうがない。いや、僕を映してもすごいなんですよ。あ、僕それで引っ張らない方がいいですね。結局、バーナーの吹き上げている、熱風をですね、どれだけ、吸わせるかというのをですね、コントロールできるように、つまり、そこの、量を調節するように、工夫されている機械です。だから、非常に効率が良くなりますよね。
非常にネスコリがいいですね。はい、という感じで、一応スマートフォンさんの解説をしてみました。はい、羽ってどんな形状で動くんでしょうか。よく見えないのですが。これはですね、はい、富士ロイヤルですとやっぱり鉄のいいものの羽じゃないですか。はい、そうですね。これステンレスの羽なんです。はいはい。で、あ、中なんですか。そうそう。あ、回転する一般的なドラムのやつだと当然ドラムの内縁に沿って、はい、まあいろんな形状を各社で工夫してますけども、その回転に沿って均一に攪拌させようとするんですけど、これはその、うん、ドラム自体は回転しないんで、はい、パドル状の羽です。パドル状の羽、どういうふうに、まあ、要は面積が広い。ああ、そういうことですね。あ、広い羽でこうやって攪拌していくっていう感じですね。だけど一応攪拌して前を押し出すような形にはなってますね。なるほど。そうしないと排出ができないんで、ね、そういうことですね。はい、そんな感じですね。経験員さん、もしも知りたかったら、SGAJ の時にですね、 DCS さんのブースに、ブースに行くと、中は見れます。経験員さん、ターボみたいになってるのかしら。まあノリはそんなノリと思ってください。あ、そうですね。はい、はい、そういう感じで、今からですね、せっかく喜三人さんと樋口さんと、はい、まあ、3人おるのでですね、焙煎とかコーヒーの、未来について、特にですね、樋口さんがコーヒーの未来に非常に、危機感を持っておるということで、そこら辺もですねちょっと聞いてみたいなと。樋口さん、はい、コーヒーの未来に危機感を持ってるってどういうことですか。いや、もうこれはコーヒー専門誌も含めて言われてることなんですが、はい、今価格が暴騰しますよね。はい、需要が伸びて生産量が上がらないっていう現実の中で、うん、価格だけが暴騰していって、クオリティに応じた価格帯ではなくなってきてる。それは何、ああいうスペシャリティのああいうものもっていうことですか。そうなんですね。特にそのスペシャリティに特化しちゃうと、その部分はとんでもない値段になってしまって、うん、今回の芸者なんかについても、うん、まあ数字的に具体的には言えませんが、去年の 1.5 倍ですからね。 1.5 倍ということは、じゃあ売り値を 1.5 倍にすればいいんだという感じですよね。本来ならそうなんですけど、そうはいかんでしょう、マーケットが進んでるのだから危機感なんですよ。そういうことね。そうです、うん。いや、もうそれだけ上げてもお客さん十分買ってくれるっていうんであればね、どんどん上げたいんですけども。奈良公園さん、有名な焙煎士って愛煙家が少なくないイメージがあります。それって喜三人さんが。いや、別に俺プロじゃないから、うん、僕も吸ってます。はい、ちなみに、キャサリンもタバコ吸いますね。タバコ吸います。はい、おや、田淵さんも結構タバコ吸うっていう。まあ、結構かどうかずっと吸ってますね。はい、結構そういうふうに、結構あれですね、焙煎機も煙出しますけど、人間も煙出すって感じですかね。総じて言うと年寄りはですよ。そうですね、若い焙煎士はタバコ吸わないと。いや、それは一般のと同じで吸う方で少ないと思います、ね。あ、つまり若い焙煎をやられる方はタバコを吸わないと。つまり、タバコを吸う焙煎屋さんは年寄りであるということですか。結構近いですね。あ、結構です。あ、ちなみに僕タバコ吸いません。それは若いってみたいですね。はい、で、まあ、それはこっち寄りといて、さっきの話なんですけど、はい、品質と価格が見合わないってことなんですかね。うん、それとやっぱり絶対数が自由に追いついてないってことなんですよね。はい、つまり、いわゆるこの COE クラスの高級な豆に関しては、いや、そこは値段の跳ね上がる部分はそこにどうしても注目いきがちなんですけども、はい、送料としてやっぱり供給の方が上回る、需要の方が上回る、上回る。つまり需要が上回るということは、例えば中国だとか新しい、ここ一般的に言われていると思います。もう東南アジアを 中心とした、あるいはその、はい、まあ、ブリックスと言われてるね、はいはい、ロシアなんかも含めて、はい、
コーヒーがそう主要な飲料ではない国においても、うん、どんどん広がっていってるっていう構造と、うん、同時に、まあ、日本なんかでも結構コーヒー感が増えてますので、あ年々輸入量も増えてます。まあ、ここ高くなってちょっと欲張り気味になってるんですけども、マーケットは確かにあるんですね。あじゃあ逆に言うとガン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 高くして売っちゃえばね、いいですよね。でも経済情勢がついていかないと、あ買ってくれないですよね、はい、うん、そこが悩みの種なんです。だけどだけどあれじゃないですか、例えば中国がね経済減速したりとかなんか言うじゃないですか、はいはいはい、そうなるとその分だけ買えなくなるんじゃないんですか。その辺キサンジンさんどうなんですか。そうはならないんですか。その国のポテンシャリティが人口比率とか大きさで随分格差がありますよね、はい、大国もあれば小さな国も、はい、だからまあその需要が伸びてるっていう部分でいくと、うん、一番大きなインパクトは、うん、世界最大の生産国であるブラジル自身の消費がどんどん急速に伸びていて、あと10年ほったらかしで勢いが伸びると、うん、最大の消費国のアメリカを上回る。あら、つまり自国が最大の生産国であり消費国になるかもしれない。そういう状況がその今の話には一番インパクトが大きいでしょうね。そこですね、問題は本当に。でそうすると仮に取れる量が少なくなったりしなくても、はい、うん、言うまでもなく自国で消費が進めば、うん、外に出す時の値段は高く売りたいですから、はい、まあ、売りたいですよね。ちょっとまあごく簡単な理屈で相場は上がっていくと、うん、でその傾向が止まらない限りは下がる理由が何もないと、まあ、為替とかそういうことは別としてですね。じゃああれじゃないですか、どんどん高値になっていくんだったらやっぱコーヒーは高値で売るしかないじゃないですかね。まあ、買ってくれる人がいればね。あやっぱりそこやっぱそこやっぱそこだけど、よその国はどうなんですかね。当然日本が高値で買ってるぐらいですから、よそだってそんな安くは買えないわけですよね、コーヒーの。そうですね。そうするとその値段でやっぱりこうどこの国のコーヒー屋さんもやっぱり商売をやってるってことじゃないですか。そうではない。これは別にコーヒーに限らず歴史的に見て、はい、特にコーヒーは嗜好品ですから、はい、過去を振り返ってもそうなんですけども、はい、日本もかつてはその、うん、まあ、ざっと言うと明治末期から昭和の戦前の第一次コーヒーブーム、それを呼ぶべきかどうか分かんないけど、はいはいはい、その頃というのは、私が何度も話しているように庶民がみんな一斉にコーヒー飲める時代ではなかったわけですよ、うん、はいはい、要はごく一般的に言ったら高値の花で限られたという、はいはい、いいか悪いかは別として、ざっと言うとお金持ちしか飲める、うんうんうん、でこれがその、まあ、発展途上国とか、新しいマーケットと言うべきかどうかは別として、うん、例えば中国とかロシアとかブラジルもそうですけど、はい、そういう形ですよね、うん、ところが人口多いですから、はい、例えば日本の人口比率と考えると、うん、中国なんて10倍以上あったら、うん、日本人の平均よりも10分の1少なくても日本人の全人口よりも多いだけの人がコーヒー求めるようになるんですよ。そうですよね。で彼らは我々よりも平均値よりも金持ちだとするそうですよね。そうそこで高いお金出してでも美味しいコーヒー買われたら、はいはい、打ち勝てないでしょそれ。ああそうですよね。いかんすね。ちなみに、高橋工業さんこんばんは、丹部さん間に合った、間に合いました、はい、間に合いましたよ。今から、一応ですね、キサンジンさんとか樋口さんにですね、いろいろと、コーヒーの、未来を、語っていただきたいと思っておりますので、ツッコミが丹部さんありましたらいつでも、ツイッター入れてください。丹部さんが入ってくれるならもう丹部さんに俺解説任せるわいやそう言わんと、経験さん、円安政策が輸入物価が上がる、要因の一つかと。それそうですよね、はい、大きな要因だと思いますね。今では80円の時から比べると 1.5 倍近くなってますからね、はい、120円でしょ、うん、大変です、大変です。まあそれとそのそっちに軌道修正してるのかどうかわからないけども、うん、はい、樋口さんがその未来で、安穏と構えてられないっていうのは、はい、
その収量の需給バランスの問題もあるんですけども、はい、不安定要素もあるってことですよね、生産に関しては、はい、それのその一つがその、うん、まあ、日口で言うにいくと気候変動の話だったり、はい、うん、やっぱクライメートチェンジだと思いますね。そういう要素があるんで、使ってて、うん、つまりあのさっきの話に戻れば、今年と同じものが来年も再来年もって言うんなら、価格もマーケットについてきてもらえて、みんなで頑張れるんなら、消費者にもご負担いただいてってやれるんだけども、本当に美味しいコーヒー出そうと思った時に、以前よりも、まあこれは私の主観も入ってますけども、あの来年も保証しますってことがどんどんできにくくなって、それはどういうことなんですか。品質が落ちるって意味ですか。どういうことですか。さっきの出だしの話で、私の感覚でいくと、うん、例えばスペシャルティのあるブランドのって言った時に、はい、一番当初出た時と同じ値段を払って、うん、同じ品質が手に入るとは言えない、うん、じゃあ上に上がるのか下に下がるのかっていうと、うん、同じ価格だったら実は下に下がっていく、下に下がっていっちゃったら、うん、もっと欲しければもっと高い値段を出すしかないという、そういう状況の傾向の方が大きくはなってると思います、はい、ここ5年くらい。どうですか、樋口さんはあれですよね、芸者をずっと続けて買ってますよね、はい、で、もともと芸者に感動して芸者スタートしたじゃないですか。そうなんですね。そのちょっとあのその感動した話っていうのをちょっと聞かせてもらえますかね、はい、実は今から10年ん2005年か、その頃に、まあ、最初に渡るさんからそのサンプルをいただいて、はい、焙煎した時に通常の、まあ、いわゆるフジロイヤルのハンネックで焼いてましたから、はい、豆の香りがしてくる時に全く違う香りがしたんですね。お、まあ、いわゆるフルーティーな、はい、もうレモンフレーバーみたいな、うん、まあ、レモンフレーバーというとちょっと嫌なんですけど、うん、僕はグレープフルーツに似た感じの香りを感じたんですけども、うん、愕然としましたね。もうそれはもう例えて言うならね、初恋の女性に対して面と向かって告白する時ぐらいに心臓がバクついたんですよ。これは一体何の豆だ。笑っちゃいかんですね、はい、もう本当にねドキドキもんでしたね。でこれを一体どこでエンドポイントで落としたらいいんだろう、うん、でひょっとしたらどっかで消えちゃうんじゃないかっていう共感の中で焙煎したのがあって、結構ねマッチングした形で取り出しには成功したんです、うんうん、で翌日渡辺に電話して持ってきました、うん、でカップで出したんですけど、他のカップができないぐらいに、うん、そのカッピングのルームがもう芸者フレーバーで蔓延しちゃって僕はやれなくなっちゃった。つまりそのぐらい力のある芸者だったんですね、そ、はい、うん、それがエスメラルダハラミジョ芸者っていう形で、うん、当時結構ブルマンよりもちょっと安値で手に入ったんですよね。ああそうですよね、当時はブルマンの方がまだまだ、はい、うん、都市伝説の中に守られたブルマンの方がやりたかったんですよ。まあ正しい表現ね。ここら辺はもう録画残る系なのでそこら辺も考えながら、いやいや事実ですからしょうがないですよね、うんうん、でということはその時の感動がもともとその芸者をもう買い続ける、はい、あのスタートってことですね。スタートなんですね、はい、じゃあ、キサンジンさんの説で言うと、その芸そのこう芸者なら芸者っていうのがだんだんとやっぱり品質は落ちてきたと思われるんですか。うん、その例えばさっき特定の農園の名前とかが上がってるんで、はい、それを全て当てはめるわけにはいかないんですけども、はい、一般論で見ても、うん、その芸者とか、うん、あるいは他の品種で流行りもの、はい、10年20年前は聞いたこともねえやっていう状態の、うん、パカマラとかですね、ジャバニカとか、ね、そういうものも含めて、何らかの理由で、まあ、今日はその仕組みの話は今までもずっとしてるんで、うん、詳しくは言いませんけども、高値になると、まあ、商売になるなと思って作る方も、うん、隣の農園も分かりやすく言うと、
で国境を越えて違うところにもって言ってどんどん広がっていくわけですよ。儲かりそうですよね。でその需給バランスが取れてる限りはっていうんですけども、はい、あのコーヒー作ってる人たちもよく分かってるし、コーヒーハンターも商社の人もみんな分かってる通り、うん、土地が変われば、はい、味も変わりますから。味は変わりますよね。だから美味しくなるのかまずくなるのか横に置いといて味は変わってきますよね、良くも悪くも、はい、だけどその今言ったようにブランドの一括りで、うん、消費の付加価値が上がってると思えば、うん、でその先から見ると、うん、樋口さんが得た一番最初のインパクトのような状態がどんどん広がっていくということにはならないわけですよね、当然。あ、うん、非常に分かりやすい説明でしたけど、あ、ちなみに田辺さんが結構これ何表年裏年と読むんですかね、コーヒーの裏年、はいはいはい、というものもあって不安定になりがち、うん、つまりそれって例えば ある一定のこうコーヒー豆が今年と来年だとやっぱり、大きく違ってしまうのはそういうことがあるということですか、うん、農産物としてのコーヒーっていうふうに捉えたら、うん、それは当然でしょうね、まあ他の農産物にもあると、はい、じゃあ2年連続いいなんてことを期待するなんて夢ですか。でも期待したいですよね、人間としては。あ、ただでも裏切られる時もあります。マーケット全体で言うと、はい、それも顕著になってるんですけども、世界中のマーケットでいくと、まあ、表裏がばらけてるんですけど各国で、はい、その要は木によっても違うんで、だから仮に揃っちゃう状態があったとしますよね、はい、そうすると需給バランスがある年取れました、うん、次の年は裏年なんで、うん、減っちゃったんでみんな我慢してくださいっていうかっていうと、うん、マーケット我慢しないわけですよ。あ、そうですよね。そこにジレンマがあるじゃないですか。まずそうするとなんとかこう供給に応えに行かんですね。ところがその運がいいのか悪いのか、はい、もうずっとコーヒーの歴史ってのはそうなんだけども、うん、干ばつが来て、はい、病害を受けっていう変動バランスがさらにそこに加わると、また複雑になってきますね、はい、最近ではそういう病害虫とかね、そういう気候変動とかっていうところに、うん、リスクを感じてる生産状況になってるのが顕著に現れてますね、うん、それはとってもだから先行き不安の要素ですね、うん、ちなみにTPP の恩恵はないんですかと質問されましたけど、そもそも関税はないんですよ。とっくに関税ないですから、はい、日本に入ってくる分はもう85年前後のあの段階で 2% だったのはあれについても撤廃されてます、はい、別に今回の TPP ではないですね。はい、キムさんそういうことなんで、TPP は関係ないそうです。だから、KKM さんがインフレ目標って政策で高くしようということだから高くなるのは目標ですもんね。いや、それはかなり正確に。あと、ノブさんが、あれですね、樋口さんのことをですね、詩人ですねと。詩人、ああ、そう、情緒派ですからね、私。それが詩的ポエムに聞こえていただいたら光栄でございます。はい、何を主観論で言ってんだって言われちゃう。ハイグレードと比較してコモディティの需要が伸びてるんじゃないですかって質問が来てるんですけど、これはどうなんですか。絶対量ではそうだと思いますよ、それはもちろん。はいはいはい、うん、絶対量でいきゃそれはコモディティの伸びが大きいでしょう ね、 それあ、なるほどね。例えば日本ではコンビニコーヒーの、ね、急速な広がり方。あ、コンビニのコーヒーってあれなんでしょ、ホテルのコーヒーで美味しいんでしょ。なんでいきなりそこの話で。違うんですか。僕信じてますけど違いましたっけ。いや、僕は最近飲むとやっぱりあ、コンビニコーヒーだなっていうふうに感じてます。いや今から3年ぐらい前までは、はい、いいもの出してきたなっていう恐怖感ありましたけどね、うんうん、これだけマーケットが上がってくるとさすがに100円あれが150円ぐらいで出てたらお頑張れると思うんですけどね。100円で出そうとすると結局はどこを扱わなきゃならないのかっていうことになると思うんですよね。で、どうやって製造プロセスを満たしていくのか、焼き方も深くなるし、クオリティも下をくぐらないと100円では出せなくなってきた。
あれ僕本で見ましたけどね、そのあれ違うんですか。違うんですかって、なんで一番僕その話に持ってくるか。じゃあ僕本を見たんですよ、そういう本があるんですよね、うん、ああ。なんか、ホテルのコーヒー、コンビニのコーヒーの方が美味しいってあったんですけどね。まあ、私が口を挟むと一面の真理はついてると思います、はい、うん、美味しいかどうかっていう部分で、はい、もちろんあの本をよく読むと、うん、あの本というのはこの前ポプラ新書で出た本のことだと思うんですけど、言っちゃってるんで中川さんが、著者の川島義明氏自身が、はい、私はホセって言ってますけど、はい、ホセ自身が後ろの方で書いてる通り、うん、簡単に言うとホセがどうしてもって言われて、はい、美味しいコーヒーを、うん、高い値段に見合うだけのコーヒーの品質を上げて供給するホテルもいくつも現れてるんですよ、はいはい、だからどこのホテルに行ってもコンビニコーヒーよりまずいと言ってるわけではないので、うんうん、そうなんですけど、増えてますよね。でも一般論で言うと、うん、美味しいかどうかっていう問題でいけば、まさに言いたいことは、うん、本が言ってる通りそうだと思います、うん、だけどまあたまたまその話なんで、私がこの前自分のブログに書いちゃったんですけども、うん、一つ見失ってほしくないなって私が思ってるのは、うん、コンビニはどこまで行っても小売業なんですよ、うん、まあそうですよね、あれはコンビニは小売業だと思います。でホテルが宿泊施設というかどうかは別として、はい、広い意味で行けばサービス業なんですよ、うん、で樋口さんがやっているコーヒー工房樋口というお店自体もそうですけど、うん、もちろん物販もしてれば、うん、さっきのマーサ21のように、うん、テイクアウトにチャレンジしてる部分もあるんですけども、うん、基本的には喫茶業態を中核にやってると、うん、そうすると私がこの前ブログに書いたのは3つ違いがあるんですよね、うんうん、少なからず、コーヒー工房樋口のお店でさっき話が出た通りスタッフの方の笑顔が、うん、そこにあるんで、うん、テイクアウトよりは、うん、確かに一杯の価格はするんだけど、うんうんうん、カフェとしての機能がそこにあるから、うん、でコンビニにそれを求められるかっていうと、それは愛想のいい店員がいるかいないか横に置いといてそういうために100円で売ってるわけじゃないじゃないですか。まあそうですね、つまり機能の違いを無視して、うん、価格が品質に反映されてると、うん、単純に割り切らないでほしい。代弁していくと、それ言われちゃったら喫茶業態やってられませんよ。うん、逆に言うと不愛想でもいいからあと50円下げればいいんだなって話になるでしょ。うんそんなお店みんな行きたまります。あ、つまり、ね、本の場合はちょっとこうインパクトを与えるためにそう書いてあったってだけですね。なだから、厳しく言うと、うん、品質の問題と、うん、好き嫌いとしての美味しさの問題と、うん、それから価格の問題等を、うん、ある意味ごっちゃに捉えると、はい、そういう話もできるんだけども、うん、業態や目的の違いの部分を捉えると、うん、あれ自体を比較することが正論かどうかは何とも言えないよっていう、うん、あなるほどね。つまり、結局あの本自体は別にそういうことが言いたいわけじゃなくて、やっぱ売るためにやっぱインパクトを持ちたかっただけっていうふうに思った方がいいですよね。まあ、少なからずその、うん、ホセ自身が言いたいのは、うん、せっかく消費者にお金を払ってもらって、うん、同じだけの努力でできるんなら、うん、もっとコーヒーは美味しくできるはずだと、うん、そこを努力を怠っちゃいけないよという意味で言ったら、うん、それは、はい、業界の方に対しても耳が痛い人は少なからずいるはずです。なるほど。ちょっと、タイムラインの方ちょっといきます、はい、ちょっとね、流れててこうボウのがちょっと辛いですけどですね、まず、丹部さんがですね、芸者の不安定さはいろいろな理由が重なってややこしい。あ、そうです。結構普通のものと比べると芸者はあれなんですか、デリケートなんですかね。ものすごいジャジャマですね、うん、豆そのもののクオリティ、つまり生産国の方でもジャジャ馬なんですか。そうだと思います。ですから同じ、まあ、そのパナマのエスメラルド農園がコスタリカからのコーヒー研究所から分け与えたものが、それまで川島さん自身も、はい、ちらっと話してるんですが、ジャマイカが
台風でやられました、ハリケーンでね、はい、でその時に再生の時にゲージャー品種も植えたらしいんですよ。ほう。でもやっぱりそのゲージャーが独特のもクオリティを持ってるものが花開いたのが、うん、いわゆるテロワールとマイクロクライミットにマッチングしたと言われてるそのハラミ以上で、トルダゲーシャがさっき僕が感動したあの部分だったんですね。あれがどこでも同じようなものが取る花咲くのかって言ったらそうじゃない。つまり、生産地によってはゲーシャを植えてもあの感動はないということ。そうだと思います。いろいろ僕も飲んでみましたけど、うん、ゲーシャの、最初の源泉って言われてるのはあのゲーシャっていう地名から来てるエチオピアなんですね、うん、でもエチオピアで生まれたはずのものが、うん、なぜかマラウイで多く生産されるようになってて、うん、でエスメラダゲーシャが注目された時にあこれの原作に近いあのマラウイとかって、うん、で当時マラウイのゲーシャっていうのを出したんですけど、うん、これはもう似ても似つかないだったんですねあのそうやってハラミージュゲーシャが脚光を浴びる一つの要因になったと思うんですけど、ね、でもコロンビアにでもあるし、パラオじゃなくったって、うん、いろんなところで芸者がね、うん、名前が出てきてるっていうのはまあそれはそれで地名が上がればいいかなと思うけども、でも芸者の本当の味っていうのはね、今回タグを組んで出す、うん、そこにあるんじゃないかなって僕は思ってるんですけどね。そうですね。マイク愛に宣伝に持ってきましたね。ちなみにうまくこれをね手に入れて飲んでもらいたいですよね。はい、一応丹部さんが一応あのさっきの不安定さのところで、テロワールなどの違い、木山寺さんの説明ですね。あとコスタリカ、何ですかこれ、農業試験場ですか。はい、数形数形とあの伝わってきたことですか。そうです、そうです。つまりじゃあ何、そこから出てった芸者の元は何形とかあるってことですか。ありますね。うん、でラインごとに質が違う。そう、あ、そうなんだ、うん、株ごとに違います、うん、あで、あ品種の性質が安定していない、うん、そう、ジャジャマなんですよ。すごいですねそれをこうやって田辺さん解説はさすがですね。はい、ケケウィンさんがコモディティの需要が伸びると相対的にハイグレードの供給が下がるため品質が下がるように想像するのですが、これはちょっと違いますよね。どうですかケケウィンさん。コモディティが今日はちょっとコンプレッサー切ります。私やりましょうかそれ。はい、タイムライン、あ、じゃあじゃあタイムラインそっち行きます。ケケウィンコモディティが増えると相対的にスペシャリティが要は減るって話ですか、はい、ということを。コモディティの需要が伸びると相対的にハイグレードの供給が下がるため品質が下がるように想像するのですがと書いてますね、うん、違いますよね。それはそういう言い方ではちょっと、うんうん、違いますよね。違いますね、うん、あの相対的に見て覗いてもらいたいんですね。だからコモディティはやっぱり需要がありますからそんなに広げていくと思うんですけども、はい、うん、でもハイグレードの豆もこれだけ世の中下がれてますので、うん、でも全体的なクオリティは下がるかって言われたらそれも一因はあるかなというふうに思いますけどね。あ、やっぱりいろんなあのリスク要因がどんどん高まってますから、うん、クオリティが同じものをやや伸び気味でどんどんいいコーヒー豆が出てくるっていう時代にならなくなるっていう危惧がありますね、僕自身には。ホテルってコーヒーがメインでもないようになって経験を言うまあまあそれが私が言うとその業態の違いによるっていう場所代でしょうね。だからまずくていいという理由にはならないんですけどねまあそれもそうですねプレミアムコン、プレミアムコンビニ、プレミアムのコンビニ、コンビニとかができてハンドドリップコーヒーを提供するとかブルーボトルコーヒーさんのやり方を真似て、真似てって書いてますけどね、キムさんは。つまりどういうことですか。プレミアムコンビニ、つまりコンビニがあのハンドドリップでコーヒーを立ててあの出すようになるかなっていう意味ですか。っていうことかな、うん、しないでしょ、めんどくさくていや、まあ、それもちょうどその話が出たんで、はい、私なりの解釈で話をしとくと、
コンビニコーヒーブームだって言われて、うん、さらにそれをなんとかウェーブと日本の呼ぶかどうかは別として、うん、まあ、ざっと言うとここ 3,4 年、うん、そういう流れになってるんでコンビニコーヒーっていうのも、うん、その固定しちゃってるんですけども、例えばセブンイレブンさんは、うん、30年も前から、コーヒー売ろうとして頑張ってやってきたんですよね。最初まずかったですよね。いやいや、でそれもでも一番最初サイフォン立てでやったりしたんですよ。え、それ知らんかった。いや、それは別に 全店普及してないし、だいたい我々がいる中部地方にセブンイレブン来てませんから、うんうん、缶の形もないんで、うん、それからまあそこまでじゃなくっても今でもわずかにあったか、その数では少ないんですけども、うん、同じように関東地方に行くと、うん、いわゆるサーバーに店員さんが立ててるコーヒーを、はい、積むと、うん、ちょっと前はローソンのファミマもそうだったんだけど、うん、という時代があったんですよ。だから何を言ったかというと、そのハンドドリップのプレミアムコンビニが新たな業態化のように出る可能性はあると思います、私は。でその代わり、例えば今のが100円だけども150円とか、うん、高付加価値商品だって売りたくなるでしょうから、でその時にコンビニコーヒーもさらに進化を遂げましたみたいな話を、うん、ウェブやマスコミはするかもしれないけども、うん、今先回りをして言った通り、うん、元に戻っただけじゃんっていう歴史があるわけですよ。でことさら何を言っ、ある側面だけの切り口でいくと、うん、コンビニコーヒーの進化っていうタイトルで記事が出ると、はいはい、それを鵜呑みにしちゃうとそうかもしれないけども、うん、サイフォンで立ててる日本一のコンビニコーヒーチェーンの歴史が30年前にあったっていうのを結びつけると、うん、まあ波って言ったって行ったり来たりしてるだけじゃん。だからそれをそのブームということ自体がある意味ナンセンスなんですよ。あとね、誤解してもらっちゃ困るんですけどね、はい、コンビニって今ものすごい数があるでしょ。 ありますそこで同じようなものを同じように出すとするならば、うん、そんなプレミアムな商品使えるわけがないんですよ。だいたい量がないですもんね。そうです、うん、だから量を出そうとするならばグレードは下げなきゃいけないんですよ、うん、あとは量を増やすためには焙煎を深くするしかないです。、はい、だからこれの中で僕はいや、キサンジンさんはあるかもしれないって言ったけど、僕は多分ないんじゃないか、うん、あってもらっては困るっていう立場ですね。それからもう一つ、まあこれも知ってる方は知ってるでしょうけど、マーケット論で、ここ 2,3 年の動向で見ると、さっきも話が出たんですけど、日本が輸入している生豆の原料の輸入量はどんどん増えてるんですけども、2,3 年は簡単に言うと大きな新たなチェーン店が喫茶店でできましたと、はいはい、だからそれで増えたんだっていうことよりも、確かにコンビニコーヒーの、うん、まあそれはブームでしょう、はい、爆発的に売れていることによって輸入量が押し上げられたというのが圧倒的に大きいです。だからまあある意味マーケット自体もコンビニコーヒーが日本のコーヒー界の革命を起こしているっていうのも、そういう言い方ならできるんですけどね、はい、ただしこれも忘れてもらっては困るのは、はい、そう何億倍って話がよく出るんで、はい、年間 で、 で生豆の原料でいくとそうなんですよ、動向でいくと、うんうん、だけど液体として売る時の売り上げの市場、うん、それはまあ例えば樋口さんの商売や中川さんの商売と競合する部分があるんですけど、うん、その売り上げ市場でいくと、うん、缶コーヒーがそのために減ってるっていうんですけども、うん、現状でいくとざっと言うと缶コーヒーの4分の1しかコンビニのコーヒーはシェア持ってません。そうなの？そうですよ。だこれも記事の書き方で、あ、ずるいな、缶コーヒー危機的っていう記事がボンボン毎月のように出るでしょ。で分かってほしいのは、だけど減ってるっても4倍あるんですよ。でそれがいつの日か逆転しちゃう日が来るかもしれないけども、うん、今が4倍差があるってことを頭に入れてる人はすごく少ないですよね、うん、一般の読者、みんな知らないですよね。だから今言ったようにタイトルのマジックに化かされちゃいけないよ。ちょっとあれですけど、うん、はい、ものすごくざっくり言うと、うん、高見品質プラス付加価値が、うん、価格に比例する OK と丹部先生が。ああ、いいですね、そのざっくり感。ざっくり言うとね。で、ノブさんが本のタイトル、うん、インパクト必要ですからねって。で、ああ、本自体。そうです。
で、初恋の方はジャジャンマだったんですね、笑うと。あ、初恋のようにって言ったから。はい、っていう意見もありながら、今の奥さんはジャジャンマなんでしょう。いや、そんなことない。おしとやかだと思うんですけどね。まあ、手なつけたんですかね。ひどい。マネージャー後で頭叩いてください。芸者もね、手なずくの大変でしたよ、本当に。今年もさっき焼いてみたんですけどね、いまいちだったですね。ですから、まあ、最初に言ったように、うん、あの修正しながら、うん、ベストなものを届けるように頑張ります。はい、お願いします。まあ、結構じゃじゃ馬ですわ、本当に。で、田辺先生が記録見ると、はい、おそらく芸者フレーバーはパナマで有名になる以前からも出てた。しかし当時は、うん、あの香りが低評価だった。そうなの。そうだと思います、うん、あ、確かに異質の香りですもんね。まあ、そのインパクトがあるというのはそうなんだけども、うんとその引いた目で見るとコーヒーらしくないの、うんうん、あ、確かにコーヒーらしくはないですね、うん。いやいや、だからそれは今認められてるのも含めて。私もこれはもっと逆に言うと、うん、私もひぐさんが言わんとするその高評価の話と評価を高くわざと今から言わないんですけども、はい、異臭だと思いました。一番最初に芸者を口にした時、でもその異臭の加減のインパクトは、アラビカとロブスタの違いくらい。でもそれはその田辺さんが言いたいのは、うん、それはそのマーケットの問題でいくと仮にそうだとすれば、うん、要はロブ並みの扱いだったんでしょう昔はね。いや、それはひどいな。いや、今は信じられないだろうけど。で、これも逆にスペシャリティの世界で、うん、よくこの番組でも話題になるけども、うん、もっと言うと生成方法の違いで言ったって、うん、スペシャリティコーヒーの団体自体が、うん、自然乾燥式のコーヒーなんか見向きもしないっていう状態が、うん、最近どうなってきたかっていうと、うん、ナチュラルもいいよねって言って、うん、付加価値をつけるようになったでしょ、うん。まあ、それくらい簡単に言うと10年20年で、うん、その香味評価も変わる可能性はあるわけですよ。あれ、なんであんだけこう手のひらを返してるのにあんな評価が変わったんですか。いや、それ以上は私はもう言わない。そこはボロクソになるから。いや、だって僕全然わかんなくて。だって普通に考えてね、今までケチョンケチョンにけなしてた部分をなんで急に評価を変えちゃったんですかね。僕はね、まあ、コーヒーと向き合って30年ちょっと経つんですけども、はい、やっぱりコーヒーに対する、まあ、誰もが知ってるコーヒーの香味ですよね、はい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 、これはやっぱり魅力ですよね、はいはい、でそれに対して芸者と出会った時っていうのは、うん、その時以上の感動っていうのは受けましたね、はいはい、で話はちょっとまた戻りますけども、うん、あのね、キャンディーさんね、日本における豆の絶対的な輸入量ともう一つリキッドコーヒー、まあ、液体でもって輸入してるコーヒーってあるじゃないですか、まあ、液体、リキッド海外からですか。そうそうそう、だから量はごく限られてますけど、ね、うん、でもそれって結構伸びてるみたいなんですね。田辺さん、その辺の数字ってのは。あ、うん、僕は缶コーヒーが結構頑張ってるっていうのはその、うん、まあ、どこぞとはもちろん言えるデータは持ってないんですけども、うん、そういうリキッド系のやつのアレンジでスーパーなんかにね、はいはい、非常に寝頃缶で出てる1リットル100円未満で出したりしてるようなコーヒーっていうのは多分そういうのじゃないのかなっていうふうに。いや、うん、とどれがどれとは言えないですけども、あれは混ぜた、それはどう考えてもその海外が生産国であるイングさんが言われている液体のドリンクのものがそのままその輸入雑貨屋さんみたいなところで売られてるケースの商品もありますよ。原料ありますけど、原料としては液体化するのは経済効率から言ってちょっと考えにくいですね。そうですか。ところがね、ブラジルがこれだけ高騰してるじゃないですか。うん、そうすると生豆で購入するよりも、うん、焙煎した豆で購入した方が、うん、これは簡単に言うと今言ったように液体は非効率なんで、うん、まあ、簡単大げさに言うとタンカーで運ぶみたいな話になっちゃうからね、それは非効率なんで私の発想から見るとどう考えても成立しない。
ただ、今の話で成立するのはこれは言えます。生産国は付加価値をつけて売りたいんで、日本が6次産業化で農業を支えようとしているのと同じように、はい、生産国では生豆を輸出するんじゃなくて焙煎まで行く、もう一押しして粉砕してパック詰めして、長期保存できるように工夫して売る、もっと言うとインスタントコーヒーに加工する。これ例えばアジア圏で行くとベトナムでもラオスでもタイでも始めてます、どんどんブラジルでもどんどんやってる。でそこに、もっと言うと日本の資本の企業が、投資をかけて生産国で今言ったように加工処理までするとこまで持ってってます。でそうすると分かりやすく言うとですね、液体はないんですけども、ブラジルで取った豆をブラジルで焙煎して、ブラジルでエキス化して、ブラジルでスプレードライかフリーズドライか別としてインスタントコーヒー化してロブを腐ることがあるんで、でそのロブスター由来のインスタントコーヒーを、完全加工として持ってきますよね、で国内でもずっとそうなんですけども、安い缶コーヒーの原料は、特に昔に遡れば遡るほど、インスタントコーヒーだって原料はコーヒーなんで、インスタントコーヒーをもう一回だってジュースだって濃縮還元で売るでしょ。そうですね。だからそうなんですよ。それがそうなんですよ。でそれは今言ったように値段がなるべく安くてって言ったら、これからは海外のインスタントコーヒーが原料の缶コーヒーが低価格缶コーヒーとして増える可能性があると、あるいはそれは RTD やペットボトルもそうだと、それはあると思います。そうですね。ちょっと戻るんですけど、はい、ところで生産地って面積は増やせないものなんでしょうかと、気候や気候のためそこはね、それこそ番組の始める前にちょっとお話したのネスレのね、はい、あの遺伝子組み換えのコーヒー研究とちょっと関連してくるんじゃないかなと思うんですけどね、あのだいたい赤道を挟んで南北25度のライン、まあ、あの南海岸線、北海岸線もちょっと上に下に下がったところなんですけども、その中がだいたいコーヒーベルトゾーンってあってるじゃないですか、でもこれだけ あの気候変動の中でそこでも取りきれない部分っていうのがあるんですけども、もっと低地でも、低地に行くほどアラビカ種は病害地に弱いっていうふうに言われてますので、そこら辺がそういう新しい品種、人工的にせよあるいは自然交配にせよね、先ほど木山さんが話してたような形で、新たなそういうところを目指していくっていうのは僕は研究進んでると思いますよね。ですよね。まあそれとまあそれがその広げられるかどうかっていうマーケット論かはってか栽培地論なのかどうかわかんないんですけど、あのさっきも話が出てる通り、広げていくと違う地勢のところで植えるんで、同じ株分けしたものでも味は変わっていってしまう、あるいは何らかの弱点を持つ、元のところにはなかったような、災害がやってくる、病害虫が流行るっていうリスクは負いますよね。だからその部分でいくと量を追っていくんなら広げる余地があるのは、最も広げやすいのはロブスタなわけですよ。だからみんながロブスタでいいよって言うんなら、まあ分かりやすく言うとまだ何歩でも広げられる余地があるけどそれでいいんだなっていう話になりますね。そこ行っちゃうんですか。行っちゃいます。分かりやすく、うんと分かりやすくというそういうことです。なんとかね、アラビカ種の美味しさが、まあ、まあ別の言い方をすると、標高でいくと1800メートル超えてて、適度に寒暖差があって、適度に風がそよいで、適度にシェードツリーの管理ができて、適度に水があって、したがって生成処理もやりやすくってっていうところがどれくらい広げられるかっていうと、まあ、私から見るとその気候変動や、天然の災害の問題、まあ、それが何に起因してるかって話は逆に私は樋口さんのこと突っ込まないんですけど、の安定性、毎年毎年の安定性、さっきの試された表裏の話も含めてでいくと、それで考えるとそんなにね、むやみに広げれる余地はないというか、放っとくと、広げれるどころか減ります。てかもうすでに減ってます、そこに危機感があるんですよね。だからさっきネスレの話出ましたよね、あの遺伝子組み換え、あの大豆の遺伝子組み換えと比べると、なんかコーヒーなら大したことないんじゃないって思っちゃうんですけどダメですか
そんなこと言うと田辺さんが怒ると思うんだけど怖いなそれこそね TPP に関連しますよね、はい、あの農薬問題を含めてね、はいうん、あの基準が全然違うわけじゃないですか、うん、だから日本で農薬問題でもってすごくキャンペーンされてるような、はい、っていうことっていうのは今の状況の中ではもう明日来るかもしれない、うん、そういう危機は、うん、だからそのリスクを下げるために基準値を下げていく、うん、じゃあそこで何が起こるかっていうのはまだ分かりませんよね。検証の時間が少ないの。まあやってみれば分からんって言って、あれですよね。こう自然交配でも結局組み替えって考えちゃおかしいですか。ですね。はい、こっからは危険なんだよな。田辺さんが聞いてると、すごい雑白に言うと、はい基本的にある品種のやつを、うん。ドンって同じところに植えようと思った時に、はい、一番便利なやり方で実際やってるのはみんなクローンなんですよ。クローン、あーなるほどね、はい、コーヒーの場合はね、はいはい、あの原則論でいくと、うん、でそうすると、うん、そういう状態に成立するために新しく改良するっていうのは、うん、これはもうその例えばホセとかも言ってるんですけども、うん、その安全かどうかとかっていうそのそういう観点、樋口さんがさっき言った観点はちょっと横に私は置かせてもらっていくと、うんはい、その自然交配でたまたまできちゃった、うん、それは昔からの流れで、はいとティピカとブルボンが二大品種でうんぬんっていうのもあるんです、うんうん、そういう流れでいろんな品種があるっていうのも、うん、それから人工交配で人間が意図的に、うん何度も、品種と品種を掛け合わせて作ったのも、うん、それからそのイメージでさっき話が出てきたなんか DNA チックにいじってっていうのも、うん、理屈でいいや結論から言うと、うん、何かその新しく適切なものを得たいっていうのは同じなんですよ、うんはい、ただそれを固定化させて、うん、何代にもわたってもずっとその美味しいなと、うん、あるいは病害虫に強いなと、うん、収量も多いなと、うん、経済的にも見合うなってものを固定化させることは、うん、実はそんなにコーヒーは楽じゃないと。ざっくり言うと1産業で言ったら30年かかります。うん、だけどね、あの農作物で一番危険なのは連作じゃないですか。だから連作で起こるリスクを考えると、うん、そこにはどうしても人間の英知と言っているのかどうか知らないけども、そういう組み替え的な作業も僕は否定はしないんですよね。うんうん、これは必要かなと思ってるけど、それが安全かどうかってことについては、まあ即答できないし、多分時間がかかる問題だと思いますけどね。かといって、それを排除するってのはいかがなものかってこと。だから私が言ったのは、ある時にあるコーヒーの木を1本見つけました、うん、たまたま そこからばっかり実を取って、うん、サンプルロースターで焼いたらめちゃめちゃ美味しいと、うん、しかもそれはたくさん実がなると、うん、ええじゃんか、うん、じゃあこいつは腹やらせようって思っても、うん、そうはいかないよってことなんです、うん、それをみんなで作ってよかったねって言えるのは、うん、ざっくり言うと30年後って。そうで今までのコーヒーの歴史自体がいろんな品種が主力品種で出てきてるのも、うん、そういうことの繰り返しで数百年続いてる状態なんで、うんまあ、私が言いたいのはこっから先が、うん、それがその20年30年単位だったやつが、うん、一発で OK っていう日が明日来るとかっていう感覚で、うん、遺伝子組み換えみたいなことにあまり期待はしない方がいいとは思います、うん、いやそれは私も同感ですけどね。でも、うんやらないよりはやった方がいい。っていうか逆に言うとさっき言ったように危機的な状況っていうと逆に今やらないと間に合わないとも言えるんですよね。もしかしたらもう時すでに遅しかもしれないっていうその辺はネスレは公言してやまないんですよね。いやだから公言してやまないんですよ、うんうん、じゃあちょっと経営者のことで、はい、うちのかみさんはSCAJ で一口飲んで酸っぱ嫌いって言ってました。ガングショーだったので、女性者さんかな。あとローソンで飲んだパナマゲーシャ400円は値段相応でしたとかですね、うん、奈良公園さんが SCAJ2015 で初めてゲーシャを飲みましたら殴られたような衝撃と感動を覚えましたと。ああ初めてだったらそうかもしれない、うん、そうですよね。で先ほどのコーヒーの還元の話なんですけど、濃縮還元、うんコーヒーの濃縮還元でハードを運ぶのはどうでしょうと。どうでしょうって言って、あ運ぶの、うん、運ぶの。あこれはあの液体だけど濃縮して還元するって意味かな。そういうことじゃない。
そうですよね、うん、つまり普通によくあのオレンジのジュースとかなんかを一回あの水分飛ばして濃厚にして運んできて水で薄めるみたいなノリ。それはその市場の品質というか求める香味がさっき言ったように完全乾燥させちゃったインスタントの方がいいのか、濃縮の方がさらにいい技術ができればそれはそうなるかもしれないですね、さっき。でもあくまでもそれは私から言うと支配するのは経済原理であって、うん、でね、アプリさんって人かな、液体の輸入はないけどインスタントやってるとかありますよね、どことは言わないけどってどこ分かんない、それはあるでしょ、結構いろいろなとこがやってるんじゃないですかね、インスタントコーヒーとかありますね。今韓国はね非常にコーヒーに目覚めて非常にあの輸入量も増えてるんですけども、以前は10年あるいは15年ぐらい前は一流ホテルでもインスタントコーヒーっていうふうに言われてましたもんね、うん、それが激減して、まあ、結局マーケット上げる韓国台湾勢っていうのはスペシャリティにすっごい、特化してるようなマーケットの動きがですから、今回の芸者なんかでも、まあ、去年あたりまで、今年の動きはまだ把握してないんですが、東南アジア系でもって買いが入るというところで、芸者の高値の一員にもなってました、うんうん、でもこのところの経済的な、それこそ岸田先生の言う原理の中でね、うんうん、でもなんでこんなに上がっちゃったんだろうと思うぐらいのところまで行っちゃいましたよね。行っちゃいましたね、今年は本当にまあそれとその思考の問題、さっきの話に戻ってで言うと、うん、せっかく芸者の話をメインにしてるのに、うん、別に芸者叩きたくはないけども、うん、さっき丹平さんが言ってもらった通り、その簡単に言えば芸者がブームが起こる前は芸者が美味しいと思われてなかったと、うん、私の言い方で翻訳しますとね、うんうん、っていうのと同じだよっていう意味でいけば、今のインスタントのさっきの樋口さんの話も今でも残ってる部分で言ったら、中近東やアジア圏は、うん、ホテルに行くとネスカフェが出てきて、うん、で、うん、そうじゃないところは、うん、それよりも美味しくないコーヒーとして、うん、クズみたいな状態のものを、つまりインスタントが格上という歴史があるわけですよ、うん、つまりそういうふうに序列が定着しちゃうと一旦、うん、そういうマーケットができるのも事実でいつの日か逆転するのか、うんうん、日本は例えばそういうマーケットからは出してるわけだ、うんうん、なるんだけども、全てがその足並み揃えて、うん、全部が同じ価値観になるとも限らないわけですよ、うん、なるね。まあ分かりやすく言うと、私は今の日本というのは、うん、そういう意味でいくとアメリカやヨーロッパを主体としたスペシャリティコーヒー協会がある国、消費国として、その価値観に支配されてるから今のマーケットの感覚でみんな見る目線ができると、インスタントコーヒーは下級品だというふうに思うけども、今言ったように中近東やアジアそうとは限らない。そうですね、ノブさんがね、ある意味松屋式は濃縮還元ですねって言ってなるほど、すごいこと言うな。確かに田辺先生が濃縮還元でも水残ってると変質参拝しやすいって言ってますね。そうだそうです。さっきのね、あとね、ですね、ちょっとごめんなさいね、もう順調にいけばの話で、田辺先生は順調にいけば主力24年まあまあ正確に言うとね、うん、で細かいな。作物だと6代続けば一応安定した形質の品種と言われる、うん、問題はコーヒーが結実まで4年くらいかかること。そういうことです、うん、なんで24年くらい。なるほどね、うん、って言ってますね。桃栗3年コーヒー4年 F1、F2 F6 までいかなきゃそうなんです。そうですね、まあ、ざっくりどんぶりでいくと、事業スタートしてから30年って言ったらそういうことだそうです、うん、なるほどね。あと地球規模でコーヒーは考えないとダメなんですねって。そうなんですよ、もうインターナショナルなものですからね。そうですね、そうですね、危険な話大好きとか言ってますね危険な話こう2人がするんで僕はドキドキですよ、もう本当にでも、政治話はしてませんもんね。そうですよね、はあはあはあ、
韓国の大手チェーン店、はい、東京の赤坂に何年か何年前か出店してますってキムさんが言ってますけど、韓国のチェーン店が大手チェーン店、東京の赤坂に何年前か出店してますって書いてますけど、なんてお店なんですかね、キムさん、なんてお店ですか。だいたい今のところはあれですね、そんな感じ、そんな感じ、うんうん、やっと追いついたって感じですね、はい、やっと追いついた追いついたけど、もう時間も時間なんですけど、はい、せっかくなんで、まあせっかく喜三人さんと樋口さんとこう、まあ、2人いるわけですよ、うん、で、まあ、僕と比べると、まあ樋口さんなんか大先輩やられるわけで、年齢だけね、実体験は違います大先輩であるわけで、やっぱりそれと、コーヒーの本当に、未来に関してちょっと、心配されてるとこもあるので、そこら辺こうなんつうんですかね、この今コーヒー屋さん、こう自家焙煎でやられるコーヒー屋さんがこう、まあ、結構増えてるんですよ、うんうん、でその人たち、まあまあ、後輩ですよね、その後輩の人たちにやっぱりアドバイスみたいなことをやっぱ先輩としてですね、やっぱ、ね、ちょっと、言ってもらえるといいかなと、うん、まあ、一言で言いますとね、はい、やっぱり提供してる側からお客様にお伝えしたいことは、もっと美味しいコーヒーを要求してっていうことですね。で、僕たちは日常的なものを乗り越えてもっと美味しいコーヒーを提供することに努力しようということだと僕は思います。素晴らしいですね。だから不安になってくるんですけどね。まあ一言で言うと私の方からはそうですね。つまり後輩の、後輩のコーヒー屋さんたちにはとにかく、あれですね、お客さんがもっとレベル高くなってくれて、それに対してそれに対応する努力をしていけばコーヒーの未来はバラ色というふうに解釈すればいいですか。そうですね、それも逆転もあったといいと思うんですけども、これ提供する側がもっと美味しいコーヒー、これはどうですか、綺麗でいいでしょう、はい、とかっていうね、はい、そういう、うん、まあ、指標じゃないけども、そういうものを持ち続ける気持ちがないと多分、はい、つまり単なる商売というわけではなく、やっぱりそういうふうな、思い入れがやっぱコーヒーの業界を、発展させると多分いう感じですかね。まあ多分その辺は僕は川島さんから学んだんですよね。あ、なるほど、うん、さて、やっぱり、永遠の、素人と言われる勝手に決めないでほしいんだけど、喜三人さん、はい、この、恐ろしい素人にやっぱりコーヒーの未来をやっぱこう少しでもこう、特に、今から自家焙煎をこうやられる方も結構多いと思うんですよ。その人たちに対してやっぱりアドバイスを永遠の素人、最強の素人と言われる喜三人さんに聞いてみたい。いや、それは 今言われてる通り、私は立ち位置が違うんで、そのプロがお店を開く時のあり方をうんぬんとかっていうのは、それは本当に口はばったい話なんですけども、逆にまあ自分で言うのは変だけども、マニアなのか好きなのか、いやマニアですか、うん、はい、愛好家から今後のコーヒー屋さんに言いたいことでいいですか、はい、あ、それです。あるいは今の現状でも課題があるよって、はいはい、それは例えばさっきも言った通り、缶コーヒーと、コンビニコーヒーのマーケットの大きさの話をはっきり把握しながら商売をされてる方っていうのはごく少ないと思います。全然知らない、まあ、でそれは俺が例えば喫茶業をやる、豆売り業をやるときには直接関係がないからいいじゃんというふうに思われる人もいるでしょうけどね、何を言いたいかっていうと、もっとその人に惑わされないで情報に、はい、自分なりに抽象水準を測って難しい方をすると、うん、コーヒーのことを、まあ、勉強してくださいと。なるほど、ね、例えば、生産国の話、うん、いつも言うようにスペシャリティコーヒーのシングルエステートの農園の名前をずらずら挙げられる自家焙煎の若いコーヒー屋さんは一杯増えてます、はい、それはすごいことだと思います。すごいですよね、あんな難しい名前もね。でも例えば一例ですけども、はい、ブラジルの、比較的主体になっているセラードエリアに近い状態で
サウスミナスというミナス州の南側の部分の一地帯だけですよ、うん、ブラジル全土から言ったら面積的にはごく一、はい、で取れるコーヒーの量が、うん、アラビカの生産量第2のコロンビアの生産量よりも圧倒的に大きい、うん、そうだったということを知っていて、うん、農園名を挙げて品種名を挙げてああだこうだ言ってる人がたくさんいますかねって言ったら、あの図鑑の農園名をこう眺めてウェブ上で検索して売ってるだけでその説明ができないんだったらコーヒーやめちまえってもっと勉強しろと私は言って、あーくさくさきますね、あーすいません明日からやめなきゃいかんかもしれないなるほどね、あの27年やってると時効になりますか、ね、いやだから何を言いたいかっていうともっともっと雑把に言うと樋口さんとこのマーサ21にはたまたま置いてあるんですけども、はい、ウェブの記事だけ読むんじゃなくて、たまにはそういう地名とかができたら地球に回して、あ、ここだなって言って、でそれ足りなければ樋口さん用意してるんだけど、生産国のコーヒー作る時のマップを見て落とし込んで、で今じゃウェブで農園の大きさも収量も逆に言うと発表できてるところがあるんで、そういうことを把握しながらもうちょっとイメージングを確かなものにしてほしいと。そういうことです。すっごい耳が痛いんですけど。いや何度も言うんですけども、冗談抜きに、うん、あのこれはなんとか州のなんとかっていうエリアのなんとか農園のやつなんだよねって、俺は聞いたことがないから飲ませてもらうわって言って、うん、美味しいかって聞いてくれるコーヒー屋さんいるんですけども、うん、これコロンビアのどこって言った時に、うん、どこって指させない人が多いんです。だからほとんど指させる。で、まあ長くなって恐縮なんですけども、うん、だからと。で業界のツアーに行ってその農園だけを見てきましたなんていうツアーには私から言うと行かなくていい。そんなことでも指をさせられるだけのマーケティングの能力がなければ、うん、消費者に説明することにならないでしょ。なるほどね、うん、そういうところが一部足りないんじゃないかなと常々私は思っています、はい、私も失礼しました。同感です。でね、うん、なおかつ言いたいのは、うん、あのそれを調べるときに私の場合ですよ、うん、じゃあなんでこの農園ができたんだろうかっていう歴史的背景に一歩踏み込むとすっごく理解力が増すんです。だから単純に今あるものだけの評価ではなくて、どういう時代背景のもとにこのコーヒーが、この農園が、あるいはこの農園のオーナーが、うん、え、この農園のオーナーってドイツ人じゃん、どうやって来たんだろう、いつの時代に来たんだろうっていう、そういう想像力を果たして世界史の中のコーヒー史というものの中からそういうものを学習してもらいたいなというふうに思いますね。なるほど。現実どうなんですかね。例えば農園があるじゃないですか、そういういろいろな農園が、はい、ああいう農園のこのオーナーの人たちってそこの現地の人たちなんですか。いや、なんですか。ほとんどがね、はい、ヨーロッパ系の人とかアメリカ系の人。じゃあそこで働いてる人たちだけが現地の方ってことですか。多分、まあ、私も非常に狭いところしか見てないんですけども、ガテマラで有名なアンティグア地区ってありますよね、うん、はい、あそこでアンティグアコーヒー協会みたいなのがあって二十何農園があって組合を作ってるんですけども、はい、そのほとんどは大航海時代の後に入ってきた移民の人たちで、そこで雇用される人たちは原住民というパターンが多いですよね。そうですね。それがさっき言ったように収量が安定している巨大なプランテーション経営の場合は、うん、そのオーナーっていうイメージで、うん、誰が所有者かって言った時に、うん、実質の所有者が、うん、企業自体である。したがってその国の企業じゃなくて多国籍企業とか先進国の企業とかっていうケースがいっぱいあります。あるいは個人所有でも今樋口さんが言った通り、その巨大な経営のケースっていうのは、うん、分かりやすく言えば、日頃どこにいるかっていうと、俺は自分の持ってるプランテーションに1年に1度も足を踏み入れてないよっていう人が所有者 で現地の運営は現地人に任せると、こういう状態の運営がすごく思ってるよりも多いはずですね。うん、じゃあそれだとあれじゃないですか、その人たち、そこで働いてる人たちが裕福になりにくいじゃないですか。なりにくいですね。それはよくないじゃないですか。でもやっぱり何世代にもたってきてますので、もともとはっていうとそうなんですけども、やっぱり現地の人との交わりの中で顔形なんかでも、あ、この人たちは
途中で掛け忘れてこういう今の農園を継いでるんだなというふうには想像できます。じゃああれですね、その、国の、現地の人たちを、温かく、あれですね、雇用して、はい、あれですね、こう賃金もしっかりこう出してっていうことですよね。だからサステナブルコーヒーってね、あまり皆さん知らないかもしれませんけども、原点はそこだというふうに僕は思ってるんですよ。まあ、うん、一番私のところで重視しているのはサステナビリティということの中にトレサビリティというね、はい、履歴っていうのがあるんですけども、うん、それが今回取れたコーヒーだけではなくって、うん、その前の世代、前の世代っていうふうに辿っていくと、結構面白い、はまりますね。だからいろんなあの家系図なんかが、まあそれも、ホセとの出会いの中でいろんなあの、ね、現地にいた、うん、あの農園の話を聞くとそういうふうになると、うん、つまりあれですね、樋口さんが好きな そういうこのコーヒーというのは、コーヒー単体だけじゃなくてその歴史までがあってのコーヒーということですね。はい、うん、というふうに僕自身は、はい、コーヒーと向き合ってくる大きな要素の一つですね、それは。うん、はい、まあ、もう一つだけ言うと、そのオーナーの問題とか運営の問題でいくと、はい、ともすれば、うん、とそのじゃあ資本家みたいな人はどっちかって言ったら悪 で、はい、で実務に携わってる農園主は朴訥なんだけども、はい、気の毒じゃんみたいな、はい、構図だけで捉えちゃうと、まあ、そういうこともあるんですよ実際、うん、あるんだけども、全てがその世界中がさっき言ったように地球に全部見たときにそうだっていうふうに割り切れないのは、うん、さっきの話を農園単位でも実はそうなんだけども、比較的上質な、うん、スペシャリティコーヒーを作る、種別で、種別っていうかその商品数で言ったらかなりの中核を占めてる中央アメリカ各国、ガテマラとか、うん、エルサルバドルとか、うん、あそこで、よくコーヒー屋さんが、うん、ここはかなり代々続いて大農園主でしてねと、うん、逆に言うと大きいから、うん、いろんな品種も植えてて、うん、手もかけてますよって言うでしょ、うん、でその国では確かに大農園主なんですよ、うん、だけどブラジルに行くと、うん、同じヘクタール数持ってるところに行くと零細農家のそれ以下っていう扱いになるんですね。あ、面積的に。あ、そうそう、そのブラジルの農家の規模と、うん、中米の農家の規模を、うんうん、さっき言ったように横に揃えて、うんうん、幸せか不幸せかみたいな話を論ずるのもある意味ナンセンスでしょ。うん、そうですね。だからもうちょっと勉強してっていうのは。そうで、ちょっと踏み込んで言いますとね、はい、今回扱ってる芸者なんですけども、はい、ここのオーナーは実はピーターソンに続くといってアメリカの、まあ、これはエスメラルダ芸者農園誌の中に書かれてあるんですけども、うん、バンカメの頭取だった人がオーナーとして。バンカメだと分かんないか。あ、そうですね、バンコクアメリカの頭取だった人がオーナーになったんですよ。あ、結構あれですね、資本家ですね。そうなんです、うん、頼んで、うん、ちょっとネガティブにくれちゃまずいんですけども、うん、独自でもって最初にオークションを始めちゃったんですね。すごい一足飛びだな、それ。頭とケツだけつなげたみたいな。いや、きせるんですよ、僕もね。パナマのスペシャルティーコーヒーにまつわる、はい、まあ、芸者のことも含めて、うん、ことを詳しく勉強したい方、勉強してって言ったんで、はい、でそれでいくと、ついでにスペシャリティコーヒーの数勢も、うん、ちょっと長文だけど読むと分かるっていうことで、うん、取りまとまってるものは、うん、しかも、信用して読んでいいと、はい、よくぞまとめましたというのは、はい、私が知る限り日本語ではたった一つしかありません。あ、どうですか。しばらく前の記事ですけど、うん、今も見てるだろう、丹部さんの、はい、百貨園ブログ そのパナマコーヒーの歴史の部分を、あ、つまり、読んでもらいます。丹部さんの記事は、信用できるぞ。さっき樋口さんがその頭とケツをすっ飛ばした部分が全部ちゃんと書いてあります。はい。
じゃあ何、丹部さんの記事にはその手の、暴露話みたいな系統があるってこと？丹部さんはあの我々と違って悪意を持ってないので暴露はしないんですけども、うん、読めば読んだ人から見れば、うん、ああ暴露だなと読めるところは数限りなくありますね。なるほどね。それって悪意はないけど、いや事実しか語ってません。なるほどね、うん、語ってほしくない人たちもいるかもしれないようなことを語ってしまっているのが丹部さんの記事ってことですか？なんでそっちの方向に評価どうしよう丹部さん。僕はすごい勉強になると思います、ね、勉強になると思います。まあちょっとね、時間もね、僕らね、実はと、西尾まで戻らにいかんよね。あれ、何時が終電ですか？調べてないんですよ、今日。怪しいですよね。ちょっとね、ただ別にその撤収話をここでしなくても、途中で拾えるところまで送っていってくれる。まあとりあえず、あれですね、タイムラインは OK なんですね。あのね、先ほどの、韓国のやつがカフェベネっていうとこらしいですね。結構あれなんですか？あのね、韓国で約1000店舗を展開しているお店で、2013年12月に日本初のマスターフランチャイズ店を羽田空港第一ターミナルビルにオープンし、同店、2号店、路面店として80店と赤坂さんじゃないんですかね。もっと取り上げられてもいいよね。そうですよね。知ってる人は知ってるんだけど、これも分かるんです。アメリカから新しい店がやってくるとすぐ記事になるんだけど、どうしてなんだろう。だって今の政権との関係があるんじゃないかな。もういいから。ですね、下山さんかな、はい、最高の品質のロブスターって国内でも入手可能なのですか？最高の品質のロブスター、はい、あ、ちらっとさっき前に話してたのロブの話、プレミアムロブ、最高の品質のロブスターって国内でも入手可能なのですかって。定常的に手に入るかどうかは分からないですけど、そもそもたくさんそういうと、そういう目線では入れないですから。でも頑張れば。じゃ あの一般的に、まあ、普通のコーヒー屋さんがあのどうやって探せばそこに行き着きます？いや、どうだろう。つまり どこの商社さん。そんな名前があるのって言われても。まあ、ネットじゃ無理なんですよ。僕はあのいじりませんけど、ネットでこうやって引くと検索に引っかかってくるっていう。まあ、名前だけがあれば引っかかるかもしれないですね。何、ね、というふうに検索すればいけるんですか？いや、それはそのアラビカの他の豆と同じように、産地なりグレードなり、ブランド名なり、入れてもらわなきゃいけないんで。だけどその産地やブランドをね、入力しないかんですよね。だから最高の、ロブを探したいというふうに言ってるわけですけど。最高のって何をもって最高なのかよく分かんないんで何とも言えない。でも素朴にやっぱりそういうふうにこう向上心のある方がこうどうしても探したいっていう意欲があるのに、素晴らしいですね。ここで、シャットアウトしちゃいかんですよね。僕だったらですね、やっぱりロブスターを一番生産している国を順番にこう上げていきながら、そこで勝手にそのロブの性格の中でどこら辺だから標高なのか、あるいはその生成処理なのかというところでもって、まずは国名、そしてそこの地形の中から読み取れるいろんな情報について入れていくと、どっかでぶち当たるんじゃないかなと、勝手に想像しますけどね。なるほど。一番の生産国ってやっぱりベトナムですか？僕は。今はそうなったかな。インドネシア、ブラジルも結構な生産量がありますね。ブラジル、インドネシア、ベトナムは三強ですよね。あとインドも。だからインドもそうですね。そこら辺でもってどっかいい、ひょっとしたらインドが誰だ。まあさっき名を挙げてた、たまたまの話は、私がそのインドのロブスターの話をしたんですけど、つまりインドのロブスターを探せば、もしかしたらいいよというやつが見つかるかもしれない、はい、そうですね。詳しくはサンジェイさんに
問い合わせください。そうですね、なんで俺に聞くの。素人に聞くな。そうですね、あと奈良公さんが、しかし気なくさい介護教室ビジネスが多すぎますと。そういうのあるんですかね。ちょっと何でして気なくさい開業教室ビジネス。ああ、まだあるんですかね。あるんですかね、ちょっとわからないですけど、うん、あと KK さんが消費者とコーヒー屋としては安くて美味しい豆を見つけることが良い市場を育てるんじゃないでしょうかと、うん、ドキリズキン。そうですね、やっぱり消費者の本音っていうのは、できるだけいいものをできるだけ安く買いたい、そこに僕はあると思いますけどね。そうですね、うん、ただ未来永劫を続けたかったらある程度の利益を欲しいですね。そこなんですよ。だから安さにも限度はあると思いますけども、でも、うん、エブリデイロープライスを看板に掲げて小売業やってるとこいっぱいありますからね、うん、でそこにあのマーケットがどんどん拡大してるっていう現実もありますので、うん、で自分がスーパーに行って物を買うときにこう比較対象する中ではやっぱり同質のものはやっぱりちょっとでも安いよっていう気持ちがありますからね、うん、そこはこうあんまり大きな声では言えないんですけども、消費者の本質はできるだけいいものをできるだけ安く買いたい、それは嘘じゃないと思います。そうですね、で先ほどの丹比先生の、パナマの記事が今タイムライン上にリンクを丹比先生が載せてくださってるので、多分そうしてくれるだろうなと思うんだよね。興味のある方は丹比先生のツイッターからあのリンクを拾っていただいてですね、あの丹比先生 の100回の方をご覧いただきたいと思います。そういや丹比先生というのは僕もあのツイッターで少し見たことはあるんですけど、あの大喜利やってる方ですか。なんでそういう切り口かな。多いやってますね。多いですね、うん、はい、まあ、いやそういうしょうもないこと、はい、で一応すこんな感じですかね。はい、はい、まあ、そんなこんなで、今日はですね、スマートロースターを見学するということで、岐阜の、コーヒー工房樋口さんの、期待式典の、はい、スマートロースター前から、放送をしてみました。本日はここまでということで、はいはい、おやすみなさい。おやすみなさい。